久保さん、堀江さんの本で、有り金は全部使え、貯めるほどバカ貯めほどバカほど貧しくなるっていうね、あの本があって、あのー、久保さんの話でね、お金があると労働意欲がなくなるっていうのはね、もうまさに人間の心理かなと思うんですよ。やっぱゆとりがあると、やっぱゆとりにやっぱ甘んじるわけじゃないですか。まあもちろんゆとりがあってもガンガンできる人もいるけれども、それは一部で、大半はやっぱり、 銀行通帳にね、10億円あったら、多分、働く意欲ってあんまなくなると思うんですよね。どうすか、10億円あったら、なんか今、10億円、12億だったかななんかあの、宝くじ12億だったかななんか12億だったらどうすか <laughs> 働けますもう、働く、まあ、そもそもね、まあ、この論争すると、そもそも働かなく、働くことに意義があるのかないのかっていうね、別にいいんじゃないかみたいな、そういうね、働かなくても別にいいんじゃないみたいな。 働くことが美徳とされてるけども、そもそもその美徳はどうなのかっていう論争もあると思うんですけども、まあ、とりあえず、いその仕事に関しては、仕事する意義だったりとか、そういうのを見出せなくなると思うんですよ。多くの人は。で、僕もそ、そこに入ってます。だから去年は僕やっぱね、あの、怠けちゃったんですよね。結構遊んじゃいましたよ。R が売れて。<laughs> R が売れて、結構なお金が一括で入金されまして、ほう、みたいな。 おみたいなね <laughs> 個人個人間で、まあ、かい昔は会社でやってましたけどその個人間個人の通帳にねそんだけのでかい金額が入ってくるっていうのは僕もいろんな商品売ってるけどその価格で商品は売れないんですよさすがに <laughs> あのー、まあ僕こ、あのー、最高は180万まで商品売りましたけども R が売れたお金はもうその何倍もう何倍ですからね <laughs> <laughs> それがボーンと入ってきて、なんか、すげえな、みたいなね。だから、去年はそれで怠けてしまいまして、いろいろ遊んじゃったんですけど、あの、だから、まあ、今年はちょっと仕事しようと思ってね、やろうと、毎、だから、今度また新商品出しますけど、今年は毎月最低でも1本は新商品出すみたいな感じでね。うん。だから、まあ、人間って甘えちゃうんで、 あのお金をつあ,あとは僕が意識してるのはだお金を使うってことですねお金を使うことによってない状態あまりその潤ってない状態を逆に作ることによってこうやらないといけない動機を作っていくとでやらなくなると結局スキルが落ちるんですよ、まあ、もちろんその12億ぐらいあったらねもう何もしなくてもまあ そのスキルがなくてもねもう何もなくてもある一定の生活水準が保てるレベルまでその余剰資金があればいいんだけどもそうでないんだならばそのお金を生み出すスキルっていうのは継続してその切れる包丁ですよね錆びないようにそのスキルはた担保しとかないといけないんですよ何かやってないとだからそのスキルがなくなお金はあるでもなくなったで何もやってないスキルも低下しています ってなった場合、じゃあどうやってお金を生み出すのってなっちゃうんで、お金がなくなったとしても、スキルが逆に向上していれば、お金を生み出せるわけですよ。だけど、お金があります、働かなくなる、スキルが低下します。じゃあお金は、あの使えばなくなりますから。でも、スキルは使えば増えるんですよ。 ここが面白いことでお金は使えばなくなるスキルは使えば使うほど向上していくっていうところで、まあ、ここを理解していくと理解してるとお金の使い方も変わるんじゃないかなと思います。 うん、もちろんね、お金の使い方によっては、お金を使ってお金を増やす、まあ投資ですよね。そういうやり方もありますけど、投資はちょっとビジネスとはちょっと違うので、またそれは別枠の考え方があると思いますけど、ビジネスで言うならば、ビジネスやってないとビジネスできなくなるので <laughs>、うん。久保さんも商品あんま売ってないから、商品のセールスを今からやろうと思っても、昔の制度に比べると落ちてると思う、落ちると思いますよ。制度はね。それやってないから。 まあできるけどね。でも、そのできる理由は常にまあやってはいないけど、日々発信してるんで、売ることはできます。お客さんとの関係性もやってるか発信してるか続いてます。じゃあ、久保さんが YouTube 何も発信しなくなったらお客、メルマガも発信しません。YouTube も発信しません。何も SNS で媒体発信しません。そうするとビジネスできないんですよ。だってお客さんとの接点なくなるわけですから。 うん。なお、び、久保さんも続けてるから接点があるから、あの、そんなにがっつりローンチしなくても、ちょっとやったら売れるわけですよね。なぜ売れるかっていうと、常に発信して、お客さんとの線を切ってないってとこですよね。うん。だからまあ、売れるってことですよね。だからやっぱ続けて、こう、スキル、まあ、つ、繋なげていくっていうのは非常に大事かなと思いますね。で、あとは動機ですよね。お金の使い方の動機。うん。だこれはね、まあ、 僕は昔は分からなかったですけども、昔の考え方だったら、アりガネ全部使ったらそれやばいじゃんって多分なると思うんですけど、今は分かるんですよね。まあこのすいません、この本僕買ってないですけど、タイトルだけでその意図というかね、本質的なところはまあ汲み取れます。なぜアりガネを全部使わなければいけないのか、使った方がいいのかっていうその理由ですよね。うん、いってらっしゃい。